皆さんこんにちは、中村誠二郎です。この度南波さんよりご指名をいただきまして、お話をですねいただいたんですけども、話を聞く限りですと、一人何十役もやるということで、僕具体的に想像はできてないんですけども、堤さんとは今回で、3回目か4回目ぐらいなんですけども、しかも朗読劇っていうのが僕はあんま実はやったことなくて、やっぱり難波さんって人を乗せるのがうまいなというか、僕をワクワクさせてくださるし、もちろんお客様もそうだと思うんですけども、なんか単純に僕お話を聞いてて普通にやりたいなと思ったので、難しいですけど挑戦させていただきます。そしてコロナの中でお客さんに見ていただけるのも大変な時期だとは思うんですけども、やっぱり舞台の生の良さを僕らは信じてお客様に届けていきたいと思いますので、ぜひ朗読劇見に来てください。最後噛みましたが、本番では噛まないように頑張ります。よろしくお願いします。加藤亮介です。はい、というわけで、バージョン5に引き続きですね、今回も60役という大変な朗読劇に挑戦させていただくわけですけれども、一回経験してるんで、今回はそうですね、ジョーとか、ちょっと癖のあるキャラをより濃くやっていきたいなって思ってます。あと個人的にはやはり中村誠二郎くんがですね、誠ちゃんがいるんで、今回は化け物がいるんで、ちょっとそこに飲み込まれないように僕も、立ち向かっていきたいなと思っております。堤さんの演出のライン、ギリギリのラインを攻めていきたいなって思ってます。今回も楽しいメンバーがいるので、一緒に頑張っていきたいなと思います。バージョン6よろしくお願いします。頑張ります。皆さんこんにちは、水川圭とはじめ他59、60役、やらせていただきます。田中俊彦です。5 years after、 いい発音で言うと5 years after 、本当に作品を、お話をいただいて、台本もできてたので台本を読ませていただいて、率直な感想としてめっちゃ面白かったです。めっちゃ面白いし、しかも役が毎公演変わっていくって話を聞いてマジかと思いましたし、やっぱりそれ台本もすごく面白いし、プラス、共演者がですね、誠二郎さんは僕、個人的に知ってて、でもいつか共演したいと思ってたので今回共演できてすごく、楽しみだと、あとはもうりょうちゃんとさっきと一緒にできる、りょうき今回一緒じゃないんですけども、もうその2人とは、何回か共演してきて、もう本当に大好きな2人なんで、この、誠二郎さん合わせ3人でできることがめちゃくちゃ楽しみです。堤さんもね、僕もこれで2回やらせていただいて3度目になるんで、演出の堤さんに、ちょっとでもね、お、田中ちょっと面白いんじゃって言ってもらえるように、精一杯頑張りたいと思います。そして見に来てくださるお客様にはですね、僕は絶対に飽きない60分プラス3アクターズトークっていうのが30分ぐらいあるのかな、ついてるので、もう本当に毎公演毎公演全部違った形になると思うので、全部見に来ても面白いんちゃうっていう感じになりますのでね、ぜひ皆さん劇場に足を運んで、配信もありますので見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで稽古も頑張ります。劇場で配信でお会いしましょう。田中俊彦でした。よろしくお願いします。5 years after、今回で3回目の出演になります。永井亮希です。はい、そうですね、まさか、こんな短いスパンで3回も出させてもらえるとは思ってなかったので、そう、もうそろそろ自分の中の役に対するアイデアが尽きてきそうでちょっと心配なんですけど、ただこういう時に限って自分が思い描いてなかった新しいものが見えたりもすると思うので、今まで通り、いや今まで以上に誠心誠意、視力を尽くして作品がより良いものになるように頑張りたいと思います。3回目ということで、僕は毎回そのあの役が好きだ、この役をどうしようとかいろいろ考えるんですけど、やっぱり今回はバーのマスターをいかにダンディーに、かつその
共演する2人にバレないようにお客さんにだけ分かるなんかボケを入れてやろうかなとか、あはい、堤さんにバレないようにとかは考えているんですが、まあ、何を思いついて何をやったかはぜひ劇場で確かめていただけたらなと思います。今回ですね、中村誠二郎さんだったりとか、あと咲くんとか、あのとしくんとか、あとはまあ、あの初めてお会いする加藤さんとかいらっしゃるんですけど、誠二郎さんに関しては僕初舞台の時にご一緒してるので、中学校の時にご一緒してて、久しぶりにこうやって共演できるのも楽しみですし、もう他の方々もそうそうたるあの面々で、もう多分今までにないまた新しい形で、ただぶっ飛んだものにはなるなと思っているので、何回も出ているからといってそこにおごらず、自分も同じような立場でしっかり頑張りたいなと思います。楽しみにしててくださいということで、永井亮輝でした。バイバイ。佐木正人です。皆さんこんにちは。そうですね、今回の出演者は全員ね知ってます。まあ、共演したことある人もいたりなかったりするのかな。でも本当にどっかでは絶対出会ってるメンバーだと思うので本当に楽しみでございます。まあ、何よりやっぱ60役ということでいやどんな風になるのか、まあ、自分の中では想像できないんですけど、60役ってことは60回遊べるということでいろんな役に挑戦できるというこのありがたさを感じながら、今のこのようなご時世に笑いを届ける、感動を届ける、全てを届けるいやということで頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ本当にですね楽しみです。ただそれだけです。そしてですね、回代わりということでいろんなね組み合わせだったりとかが今回のその醍醐味だと思うので、ぜひ見に来てください。頑張ります。